皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、7月2回目のつながるラジオのお時間です。青森県の津軽地方から、私は収録でお届けをしているラジオ番組なんですが、まだ収録日、ちょうど7月のただまた過ぎた後なんですけどね、まだ青森県は梅雨明けをしていなくて、青森の雨か、雨はやっぱ降ったり降らなかったり、まあ、天気予報がねすっごく変わりやすくってですね、めちゃくちゃ雨降るよっていう予報なんだけど、いつの間にかその雨マークの予報消えていたり、なんだかすごく不安定な、天気が続いてます。雨がバーンと降ったと思ったらものすごく晴れ上がったり、なんかねすごくこう気持ちも追いついていかないというか、まあ、いろんなこう準備をねやっぱりするじゃないですか。天気予報を見て、仕事の準備したりとか、まあ、予定立てたりっていうので、まあ天気大事じゃないですか。で特にね、僕は農作業で、農業でね、リンゴ農家さんに、お手伝いさせていただいてるんですけど、まあまさに天気予報はもう命綱というか、まあ本当に大切な生命線なんですよね。なんかそれを見てこう作業の、進捗、今日はここまでやっとこうとか、明日雨だからみたいな、なんかねそういう形で段取りが変わってくるんですよね。まあね、もうかなり今不安定な天気って、おそらくね予報もしづらい、そういう時期なのかもしれませんけどね。まあ雨は、降ったり降らなかったりって言ったこんな津軽地方ですね。で、まあ、気温で言うとですね、ここ1週間くらいはめちゃくちゃ暑いなっていう、なんか35度超えとか、猛暑日って言われるような、なんかそんな日はね、あんまりなかったです。言っても30度、って感じだったんですよね。で、周りのね、ちょっと方と話をしていたんですけど、去年と今年、どっちが暑いかな、みたいな話をしていたんですよ。で、去年は、まあ、とにかく暑くてですね、6月も暑かった、7月も暑かった、8月も暑かった、9月も10月まで暑かったです、みたいな、そんな感じだったんですよ。本当に暑くて、もうなんかいつまで夏続くんですかいう感じだったんですよね。で、まあ、今年もね、そんな風になるんじゃないのっていうのを少し覚悟をしつつ、今7月のこの中旬を迎えているわけなんですが、まあ、今のところはですね、去年と比べたらそんなにまだ暑くないねっていう風な、まあ、あの話になりました。これも完全に仲間内のね、話なんですけど、やっぱり30度を超えてる日はまだ少ない感じだねっていう。もう体感ですけどね、完全に。で、ニュース見てるとね、35度超えとか38度ですとか、40度ってなんか静岡でしたっけ？なんかどこかでね、40度近くまで上がったなんてニュースもちらっと見ましたけど、いや、そんなことはね、青森県ない、今のところないですね。ただやっぱり温暖化の影響なんですかね、まあ気候変動というんでしょうか、昔と比べたらやっぱり暑いよねっていう状況ですね。昔はですね、30度超えるっていう日はやっぱ少なかったと思うんですよ。そんなに僕らが小さかった頃にこんな連日のように30度を超えてきますっていうのはあんまりなかった記憶なんですよね。で、まあその証拠にって言ったら変ですけど、
僕ら一般家庭でも、僕が小さかった頃ですよ、もう30年近く前の話ですよ、うん、その頃はまだ家庭にエアコンもそんなに普及してなくって、青森の私の津軽地方にはですね、エアコンついてる家ってあんまりなかった記憶があるんですよね、うん、でもちろん学校、小学校も中学校も高校も、エアコンなかったですし、だからうちわとか下敷きで仰ぎながら授業を受けてた記憶があるんですよ、うん、だからね、まあ、こんなにエアコンも普及してなかったから、やっぱり暑くなってるよねと、いうふうに思いますね。まあ、今7月中旬を迎えましたから、ここから約まだ2ヶ月ぐらいは暑いんだろうな。まあそんなね、ちょっと暑さに負けないように、今日もお届けしていきたいと思います。メッセージもお受けしております。メールアドレスは 797@fmkino1.com、数字小文字になっております。797@fmkino1.com です。ぜひお気軽にメッセージお寄せください。それでは今日も始めていきます。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀勝です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、私が住んでいる、青森県のお話でですね、先日、7月の、6日7日ですね、6、7と、私が、いる弘前市ですね、青森県の弘前市に、球場、野球場ですね、球場がありまして、そこにですね、プロ野球の、2軍戦ですね、の試合が、来ていただきたと、ありましたよと、そんな話をねしていきたいんですが、私はですね、その試合はまず、セリーグのですね2軍戦で、広島カープ対東京ヤクルトスワローズという試合でした。2軍戦ですね。で6日と7日デイゲームで、弘前市にあるはるか夢球場というところでですね、行われました、うん、で実はそのちょっと前にはですね、1軍戦もやっておりまして、1軍戦は、まあ、楽天対オリックスで1軍戦がですね、この同じ球場で開かれたと。なのでこの全く同じ週にですねプロ野球の公式試合が、まあ、1軍2軍合わせて3試合、実はあったというふうなことでしてですね、この時のですねお話をちょっとしていきたいなと思っているんですが、私が行ったのはですね1軍戦はちょっと行ってなくて、2軍戦のですね、広島ヤクルト戦を、観戦しに行きました、うん、で、まあ、何を隠そう、まあ、隠してもいませんが私はですね実は広島カープのファンでございまして、恋人になっておりましてですねまあ、そこまで、なんですかね、ディープなファンではまだなくてですね、ファンになったのは2016年のあたりかな。なんで、ファン歴で言うと、ま、8年ぐらいにはなるんでしょうが、当時はですね、ユニクロ GU で、まだ勤めていた、もともとそういった仕事をしていて、店舗の周りの仕事をしていたので、広島県にですね、住んでいたことがあります。で、その広島県に赴任していた時に、ちょうど2016年ぐらいですね、実は、広島カープがですね、まあ、セリーグの、25年ぶりの優勝をした、わけなんですね。で、その時、私はですね、全く野球には
興味なんかなくてですね。ルールは知っているけど、見に行くほどでもないし、そんな追いかけることもしていないし、選手名も全くわからないというようなところにいたんですが、そう、2016年のやっぱ優勝ですよ。優勝したその広島市にやっぱ住んでいたんですよね。で、その時のね、やっぱ熱気がすんごかったんですよ。いや、もう、びっくりですよ。その野球をね、全く、知らないというか、人からすると、何事が起きているのかっていうぐらいのお祭り騒ぎ。いろんなね、騒ぎって言うとちょっと聞こえが良くないかもしれないですけど、すごい、やっぱカープのことがね、みんな広島の人は大好きなんですよね。で、どこ行ってもカープの話をしている。例えば喫茶店でも食事をしていても、仕事の休憩時間でも、フィットネスジムにいても、今日のカープはどうだったと、昨日のカープはこうだったという話がですね、もうほぼ必ず聞こえてきます。それぐらいカープがもう大好きな人たちが多いんですよね。で、その大好きな球団がですよ、25年ぶりに優勝したというふうになったら、これはもうね、そりゃ嬉しいわけですよ。で、私が一、びっくりしたのはですね、その優勝が決まった日の夜ですよね、決まった後、広島市内にですね、本通りっていう、商店街、アーケード街があるんですよね、商店街があって。で、そこに、そのカープファン、ユニフォームを着た人たちが、集結してですね、結構長いアーケードの、商店街なんですが、そこに、こう、列をなしてですね、お互い、こう、ずっとハイタッチしていくと、優勝おめでとうっていうのをカープファン同士、その商店街のアーケードのところでもすれ違う人とずっとハイタッチをしていくっていう、別にイベントじゃなかったんですけど、こう自然発生的になんかどうも出てきたらしいんですよね。っていうのを、発生したと。で、それをが、なんならちょっと野じ馬精神じゃないですけどね、ちょっと見に行こうかと。いうことになって、ちょっと見に行ったわけですよ。そのハイタッチをしてる、会場というか、その商店街に。そしたらですね、なんかすごい、僕もね、そのハイタッチになんかこう巻き込まれるような形で、ハイタッチにこう参加する、列に参加することになったんですけど、なんかもうみんな笑顔でね、もう、だからどこの誰かも知らない、僕なんかカープファンでもないわけですから、それでもね、こう温かく受け入れて、みんなでおめでとう、おめでとうとか、おめでとうみたいな感じで、ハイタッチをずーっとするわけですよ。いや、これをね、なんか見て、経験して、これすごいなと。いや、すごいな。なんか一つのスポーツのチームを応援するっていうことは、めちゃくちゃ素敵なことなんだなと。いうことを感じたんです。そっからカープファンになりましたと。いうことなんですよね。ちょっとね、前置きの長くなりましたけど、カープファンになったきっかけはそんなところにありまして。で、そんなね、カープ、広島住んでた時はね、やっぱ宝井松田スタジアムっていうホームスタジアムがあるんですが、そこに、何度も観戦に行かせていただきましたし、応援もしましたし、応援歌、選手の応援歌も覚えたし、応援の仕方も習ったし、みたいなですね。カープファンから教えてもらって、徐々に何か自分カープファンになっていったよっていう、感じなんですよ。そのカープ、大好きだもんね、僕もカープ、大好きなカープが、7月の6日と7日で、なんと地元に来るっていうんでわけですから、いや、こんなことはないですよ。いや、ほんとこんなことはない。いや、ありがたい。
1軍だろうと2軍だろうともう嬉しいですよ。もうカープの選手がね、この僕が生まれ育ったところに来てまた見に行けるっていう、しかもやっぱ嬉しいのはね、この広島カープの主催試合なんですよ今回、あのホーム試合になるんですよね。そうだからやっぱまあビジターも全然いいんですよ、あの見れたらそれはもうめちゃくちゃ嬉しいんですけど、やっぱホーム試合行ったっていうことで何が変わるかというとですね、やっぱりその応援歌とかもやっぱ流れるし、まあそれは相手もそうか、流れるからあれか、まああんま変わらないっちゃ変わらないけど、やっぱなんかなんとなくホーム試合ってやっぱいいっすよね。ちょっと今言葉で言い合わせないうまい表現が見つからなかった、すいません。なんとなくホーム試合やっぱいいんですよ。で、実際球場ですね、弘前の球場に、まあ広島ファンってねどれぐらいいんのかなーなんてちょっと思ったりもしてたんですが、一塁側、まあホーム試合だと一塁側にね、まあカープファンは集まるんですけど、行かせていただいたらですね、一塁側、カープのね赤いユニフォームね、赤いユニフォームが結構、ま、赤がチームカラーなので、赤いユニフォームがですね結構埋め尽くされておりましてですね、あこれを、ま、光景を見ただけでもあなんか嬉しいなぁと、あよくなんかすごい青森県にもカープファンこんないるんだみたいなですね、なんかちょっと軽く失礼な感じもしますけど、なかなか出会わないんで、僕も喋らないし、そんな広島市内でね、広島県みたいに、昨日のカープがこうだよみたいな話をね毎日することはまずないので、嬉しかったです、やっぱすごい嬉しかった。でやっぱカープの2本もね来た人たちがやっぱいっぱいいて、で試合もですねカープの選手をこう 見ながら応援をするっていう、もうまずそれがいいいいっすね。で、一軍のねやっぱ応援と少し違うのは、応援団っていうね、まあ施設のあの団体があるわけなんですけど、応援団、大体ねその一軍の試合、東京ドームでもハマスタでもね、神宮でもマツダスタジアムでも甲子園球場でも、まあどこでもですね、その地域に応援団がいてですね、広島カープの応援団がいて、試合となると駆けつけて、よくありますよね、こう太鼓とラッパで、まあ、音頭を取ってくれる、演奏してくれたり、選手の応援歌とかチャンステーマって言われるね、応援のその温度を取ってくれるね方々がいらっしゃるんですけど、一軍の試合はねそれはあるんですが、やっぱ二軍の試合だとね、それはさすがにちょっとないわけです。なので応援団のねそういう鳴り物太鼓とかがあると、こう応援歌の歌いやすかったり、その応援しやすさっていうのも正直あるんですけど、まあ二軍だとないので、まあ、どんな風になるのかななんていう風に僕もちょっと思ってたんですよね。ちょっと二軍の試合行ったの僕も初めてで、実は。だからどんな感じなんかななんて思ってたら、いやっぱなんすかね、もうこれもいやすげえなと思ったんですけど、そのカープファンのねどなたか誰か一人がですね温度をね取ってくれるんですよ。あの音は出ないですよ、出ないけど声で、あの応援歌をねその口ずさんで、みんなに聞こえるように口ずさんで、みんなでが歌えるような環境を作ってくださった方がいらして、ファンの方がいらして、うわーもうなんかすごいなと思ってなかなか勇気いりますよいやどんだけ好きでも、そういうところにやっぱ大きな声で、応援歌歌うとか歌うっていうのはちょっと勇気いると思うんですよ。僕はちょっとなかなかハードル高いなって思ってるんですけど、いやそういうことをねやっぱやってくださる方がいて、そのおかげで、なんかこう手拍子つけられたりね、僕も手拍子だったりとかちょっと口ずさんだり、ね、小さく口ずさんだりすることができて、あの本当一軍の試合とそんなになんか変わらない楽しみ方ができたなぁなんて、そんな風に思いました。で、まあ、何よりはですねやっぱ良かったらやっぱ選手ですよ。選手がね、僕のそのふるさとであるその球場に来てくれて、やっぱこう生でやっぱ選手を見れると
いうことはね、すごいいいですよね。で、やっぱ野球観戦でね、やっぱいいのは、いいなと思ったのは、改めていいなと思ったんですよ。カメラのね、やっぱ中継、テレビでも中継、二軍戦はなかなかないですけどね、一軍戦あるじゃないですか。まあ、PS とか CS 放送で、よくありますけど、その時に、カメラでやっぱ抜かれているところだけはちゃんと見ることができますけど、その試合のこう全体感というか、そのどこの選手がねどういう動きしてるかっていうのをもう一望できることはやっぱり観戦しに行かないとできないんですよね。うん、やっぱテレビだとやっぱ切り出されてしまうから、うん、で僕が結構ねやっぱいいのはどういうふうにポジションとかね、声かけ合ってんのかなとか、どのあたり守ってるのかなとか、全部やっぱ聞こえるじゃないですか。で、特に、今回2軍戦でね、まあ、満員っていうぐらいな感じじゃなかったんで、結構やっぱ選手の応援の声とか、掛け声とか、すごい聞こえたんですよ。うん。やっぱそういうのがね、いい。そういうのがいい、やっぱり。なんか、ああいうテレビではやっぱ見られないシーンっていうのがたくさんあってですね。うん、あ、この選手は、あ、こういう風なルーティンをしてたんだなぁとか、なんかいろんな細かいところにですね、やっぱ目が行ってしまう、ますね。やっぱ、あ、それが良かったなぁってちょっと思っていてですね。なんか、試合はね、試合の結果だけ最初に言っておくと、7月6日はカープが勝ちました。7日の日は、残念ながら、ちょっとカープは負けてしまったんですが、ヤクルトが勝ちましたと、いうことで、まあ、その、弘前でのね、試合だけで言うと、カープは1勝1敗ということになりましたので、まあまあ、バランスが良かったんじゃないかなと、まあ、勝ち試合も見れましたし、ね、ちょっと残念ながら悔しい思いもしたしっていう、どちらの思いも経験することができたのは、まあ、僕は僕としても良かったなぁなんて、そんな風に思っております。さあ、お届けしましたのは、それいけカープ、広島カープの応援歌ですね。それいけカープをお届けしました。ということで、エンディングのお時間です。まあ、今日はですね、地元、私の青森県の弘前というところが地元なんですが、地元にカープが、来てくれたということですね。大好きな球団が来たよということでちょっとお話をしてきましたけれども、沖縄の皆さんはね、まあ、キャンプ地でも、いろんなプロ野球の球団を見ることがありますからね。宜野湾もね、キャンプ地になってますよね。宜野湾になってなかったっけ、まあいいや。まあ本当スポーツはいいということですね。はい。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。私のですね、アーカイブ、過去の放送のアーカイブはですね、 YouTube チャンネル用意しております。つながるラジオ、 YouTube の検索窓でカタカナでつながるラジオと検索していただくと、黒い、アイコンに白い文字でカタカナでつながるラジオというものがありますので、そちらのチャンネルで見ていただくことができます。過去のアーカイブすべて配信しております。ぜひご覧いただきたいなというふうに思いますし、YouTube のその画面上にですね、 QR コードございまして、まあ、私にまつわることですね、 SNS だとか、まあ、お仕事のこととか、毎日ですね、情報発信していて、まあ、ブログを書いておりますので、ぜひそのブログも読んでいただけたら嬉しいななんて思うんですけど、毎日発信していてですね、もうちょっとで600日、毎日書いて600日という形で超えるので、来週には超えておりますんでね。毎日書いてますから、ぜひね、そちらも見てくれたら嬉しいですね。はい。っていう形でですね、ぜひ YouTube チャンネルの方のご登録もお願いしますということです。はい。またね、ちょっとゲストもお迎えしていきたいなっていうふうに思ってまして、ちょっと予定しておりますので、引き続き、日曜日に聞いていただけたら嬉しいです。それでは、今日はこの辺でお別れしたいと思います。お相手は松山秀和でした。